こんにちは。2020年10月13日です。阿武田町宇須です、これ。宇須にあります、善光寺にやってまいりました。阿武田町にあります。名称はですね、大宇須山、道場院善光寺ということのようです。浄土宗ということです。ご本尊は阿弥陀如来ということです。国定重要文化財が62点ある宝物堂などがありますということです。今回はですね、この紅葉を撮影いたしました。前回はですね、ちょっと来たんですけども、まだ緑が青々してまして、ダメだということで、今回ちょっと遅くなったんですが、来てみました。紅葉は綺麗ですね。まあ本当に黄色い絨毯が敷き詰められているという感じの本当に綺麗なとこを見ることができました。お寺はめったに来ないんですけども、まあ今回、親戚の方がここ綺麗だよということなんで、今回来てみました。なかなか古い、お寺のようですね。善光寺という名前は全国に、結構たくさんあるみたいです。信州だとかにあります。今回は宇須の善光寺ということで、検索入れて、調べてみました。どのようなご利益があるのか、ちょっとわかりません。大した興味があるわけでもなく、ないわけでもなく、まあ、どっちでもいいんですけども、そんなんで。今回は、お寺さんの境内中の、紅葉の撮影だということです。お寺の功徳がどったらこったらっていうことは、わかりません。知りたい方はホームページ上で、いろいろ検索されてみてください。私はあくまでも動画で、紅葉を撮影にしに来たということです。阿武田の、道の駅の裏手の方を、降りてきます。ちょうど海側になります。そこの道を1キロぐらいほど、車で走りますと、この善光寺があります。大きな駐車場がありまして、観光バスなどが泊まれるようになってます。多分、こう、修学旅行のコースに入るんじゃないかなと思います。宝物殿などがあります。どのようなものが中に入ってるのかちょっとわかりませんけども、入ってみませんでした。ドアは開いてたんですよ。中入る方は、靴を脱いで、入ってくださいという張り紙があったんで、ドアも開いてました。これは入れるんじゃないかなと思ったんですが、入るのをやめまして、覗きもせず、外側の、紅葉だけ撮って、来ました。そのような、ことをさせて、いただきました。結構、本州の方のお寺っていうのはなんかご利益があるような感じがするんですけども、なんか北海道のお寺さんっていうのは、あまり歴史が浅いもんですから、あまりこう、行きませんよね。北海道の方もお寺巡りってことはしないと思いますね。私も小さい時におじいちゃんおばあちゃんに連れられてですね、日光ですか、あの辺のお寺をずっと回ってましたね。覚えてますよ。栗に止めさせられてですね、で、お膳が一人一人お膳が出てくるんですよ。で、そのお膳の、食器は洗わないんですよね。きれいに食べて、お茶をかけて、最後はたくあんできれいにゆすいで、で、そのたくあんでゆすいだお湯を飲むということで、その作法を教わった覚えありますね。おじいちゃんとおばあちゃんに連れられて、ずっと日光のお寺をぐる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 回っていたという、本当に何なんでしょうかね。今では考えられないことをされておりました。確か日光のは泣き流でありまして、そこに来て手ポンポンと叩くと、泣き流が鳴った記憶がありますね。他の方がなかなか鳴ってなかったんですけど、私が行ったら一発目で、泣き流が鳴いてくれたというのが、記憶になります。それからはずっとあの辺のお寺何軒あったんでしょうかね。ずっと回ってましたね。泊まるところはお寺だけだということで、旅館になって泊まったことなかったですよね。連れてかれて、ほとんど訳も分からず、こうすんで、はいって言って、お経のところに座って、お坊さんと一緒に横に座ってた記憶が、今でもあります。どこ行ったんでしょうかね。本当にもう記憶にないですよね。あっちゃこっちゃ連れ回されて、ほとんど全部回りましたね。多分20日間ぐらいはですね、お寺泊まりをぐるぐるやってたんですよね。で、20日間ぐらい、旅行して満足すると、おじいちゃんおばあちゃんに連れられてまた北海道に帰ってくるというパターンですよね。してまた行くんですよね。その時に、連れてかれたという、記憶があります。食べたものは何食べたんでしょうかね。あんまり、そう、魚は出ましたよね。あと何だったんですかね。あんまり記憶にないですね。
遊ぶところは結構ありましたね。寺の後ろの方に行ったり、いろんな方に連れてかれて、寺の裏だとか、あの辺を、ぐる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 遊び回った、記憶はあるんですけども。まあ、大きくなってから連れてかれればわかるんですけども、小さい時連れてかれてもほとんども記憶にないですよね。ただ遊んで、ご飯食べて、お風呂はなんか五右衛門風呂みたいなやつで、下駄履いて入るんですよね。そこに入った、記憶があります。あとは本堂で、お座りさせられて、一緒に手を合わせていたということの繰り返しを20日間ほど、延々とやって回ったということです。まあ、寺の記憶はそのぐらいしかありませんね。なんで、ここに来ると思い出しますよね。ああ、すごいな、こういうとこ行ったよな、小さい時に行ったよなっていうのが思い出されます。ここは善光寺に到着いたしました。車で駐車場の中に入ります。結構大きなお寺さんですね。歴史を感じます。これはぐるっと見まして、それから車で出ていくところです。ちょうど海沿いにあります。漁港になってます。なかなか静かでいいところですね。木は本当に昔のもう年輪を感じる木が生えてます。まあ、本当、これだけになりますと、もう御神木でしょうね。神社の御神木と同じような立派な木があります。これから、アブダイに出まして、噴火マンを南下して、函館方向に、向かって走っていきます。2泊3日、1泊目が終了いたしまして、今日はこれから恵山に向けて、走っていこうかなというふうに、思っております。この善光寺、一回行きたいなとは、まあ、親戚の方がどうのこうの言ってるものですから、来たいなと思ったんですけども、本当に来れてよかったですね。本当は寄る予定なかったんですけど、あ、ここ通り道だ、ひょっとしたら紅葉が綺麗かもしれんぞということで、寄ってみました。そうしましたら、本当に綺麗ですね。赤い紅葉はないんですけども、綺麗な黄色い葉っぱ、それが落ちまして、下に落ち葉となってまして、絨毯のように、なってるところを見ることができました。人は人のためいらっしゃいません。私一人で好きなところをぐる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 回っていくということです。ひょっとしたらお坊さんが出てくるかなと思いながらも期待してはいたんですけども、見えませんでしたね。まあ、ドアが開いてたんで、本堂の中にちょっと入ってみようかなと思ったんですけども、やめろーってやめとこうということです。広い駐車場、この辺の私の車1台だけということです。これなんだでしょう、イチョウなんでしょうかね。綺麗な黄色い、葉っぱですね。ちょうどここに来ますと天気が良かったですね。なかなかいい風景を見させていただきました。下の方にはこう綺麗な黄色い、絨毯状になってます。ところどころこう赤い葉っぱも、落ちてました。ここは本当に学校の修学旅行、社会見学なので、ぐるぐる回っていろいろお寺さんの勉強をするのには絶好の場所ではないかなというふうに思います。これだけ大きな駐車場があるということは、皆さんたくさんここに、来られるんじゃないかなと思います。このような古い、これ瓦葺きで、いや、なんていうか麦わら葺きでないし、何葺きっていうんでしょうかね。本当にいかにもお寺という感じの建物ですね。今回はいいところを見させていただきました。私の動画でお寺周りなんてほとんどないんですが、今回初めてなんですが、なんとか撮らさせていただきました。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。